はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちらエンジン戦隊高音ー,オンジャーデラックスジャンクションライフルセットですはい、これはゴーオ音グリーン、ゴーオ音ブラックの専用武器セットで、アックスと銃ね、ブリッジアックスとカウルレーザー。これが2個1セットになったもので、合体することでジャンクションライフルね。要は初期メンバー3人とは別に、追加メンバーというか、もう速攻ね、序盤で加入するんだけど、後から合流したグリーン、ブラックのそれぞれの武器アイテムも、 よように合体しますよとそしてここからハイウェイバスターも連結しスーパーハイウェイバスター GO!! ーのこの状態が再現可能となので今回はジャンクションライフルからスーパーハイウェイバスターまで合体を遊んでいきましょうはいパッケージはこんな感じで劇中ではめちゃくちゃでかいんですよねではレビューしましょう ちなみにこれを買ってもエンジンソールとか付属はありませんね。単純に武器が2つ入ってて、おもちゃ用に小型化してるとはいえ、アックスはそこそこボリュームがあり、銃は小型め。で、合体時にスーパーハイウェイバスターのこの部分が別の場所につきますので、パーツが分離してますが、ここのね、溝とここの ロックの3点でカチャッとはめてあげることで、カウルレーザーが完成と。ってことで中身はこうなってて、ブリッジアックスとカウルレーザー。まずブリッジアックスから見ていきますが、全体ぐるっと見回すとこうで、ブリッジですから、要は端的な形状に見えるように枠がこのようにね、 ついてるんですよねまさに車が真ん中を通りそうな橋になっててここ押すと展開すると前回のロードサーベルの ETC レーンとかもそうだけどちゃんと車要素というか高速道路要素というかそういうの入ってるのいいよな 橋が展開してアックス形状になるんだけど、トリガーとかはなくて、形としてはもうこれで終わり。なんだけどグリープ部分しっかり持ってますし、グリーンの成形色にメタリックレッドが塗装されてて、このあたりもシルバー塗装、で、ここはサイドパーツの 展開スイッチになってて、ブレード部分は軟質で危なくないようになってますし、合体時にライフルになりますので、ここに銃口があると。裏側もメカモールドなんかも入ってますね。で、ここがなんで真ん中スイッチになってるかっていうと、スーパーの合体時にバレットがここ通るんですよね。で、通ると展開するみたいな、そういうディミックのために、ここにスイッチがあると。これ面白いわ。ちなみにエンジンソールをはめる箇所はアックス側はありませんね。 それはカウルレーザー側にあるんだけど、はい、カウルレーザーぐるっと見回すとこうで、これはレーシングバレット並みに結構小型め。ただ、車力を得意とするエンジンガンパードをイメージした形状になってるのかな。大きな重口が目立つところにあるシルエットなんかはちょっと似てますもんね。ブラックにレッドの差し色とか。ベースはレーザーガンのような 見た目で、じゃ、カウルレーザーのカウル部分は、どこの要素かっていうと、ここのパーツね。これが、カウルパーツ。これがまたすごくって、スーパーハイウェイバスターの車種通じにここに、カチャッと、これ磁石だっけあ、そう、磁石なんですよね。磁石でこんな風に、ひっつくんですよね。そうすると、エアロカウルっていうのかな。これによってカウルが追加されるから、カウルレーザーと、面白いよな。 そして、重側のここに、オンシステム999キロみたいな表記があって、ここが、照準ね、&、ちょっと爪を引っ掛けて開けるんです、次開けづらいんだけど、エンジンソールのスロットが出てきますので、いつも通りこちら側に向けて、セットしてあ、エンジンソールは別売りね、トリガーを引くことで、ガンガンン射撃音が鳴ると。 2人のの合体武器のジャンンクションライフルいきましょうとはいえ、めちゃくちゃ簡単で、銃口をここにぶっ刺せば終わり。はい、これで、ジャンクションライフルが完成。1秒合体ね。まあ、本編ではこれだけでも相当大きいんですが、まあ、合体状態では、デラックスガングとしたそこそこ前兆はあるのかなと。 はい、ぐるっと見回すとこうで。まあ、この状態でもエンジンソールのスロットは生きてますので、エンジンソールを例えば入れ替えて、セットして、トリガーで必殺。バルカバルバルカでもバルカだとエンジンを吹き上げる音が鳴りますから、 どっっちかっていうとガンパードをセットして射撃の方がそれっぽいのかなガガそして銃口の横にローク解除ボタンがありますからここを押しながら引っ張ると外せると合体するとかなりカチッとロックされますのでこうなると引っ張っても外れませんねって感じでここまでがこのセットの 遊び方で、だいぶシンプルなおもちゃセットではありますよね。まあ、こういうのがなんだかんだで、やっぱなくなっていく原因もうっすらわかる気はする。では、ハイウェイバスターと合体して超必殺武器のスーパーハイウェイバスターにしていきましょう。まず、この2つの合体手順は、ジャンクションライフルにしつつ、カウルパーツを外す。そして、前に移動する。ここにね、ロックがあるので、カバーをカチッと、まあ、浅くはまる感じなんだけど、 浅くはめてあげて、横のブリッジカバーを上げる。これで、ジャンクションライフル側の準備は OK で、ハイウェイバスターは全く変わりませんね。ロードサーベルセットからの ETC レーン上げて、バレットを押し込む。通常の合体形状で、じゃあこっからどうやって連結するかっていうと、これ連結っていうかね、ほぼ上に置くだけな、あ、ちょっと。 カバー取っちゃったけど、上に置くだけなんですよ。ここ。ここの溝部分に置いてねと。なので、ロックパーツないんですね。ここの辺と、ここの溝と、あと、ここの突起が、ここにはまるっていうか、ロックされない。なので、こう置くの。なので、離すと落ちます。これ説明書にも書いてあって、ロックしませんよと。乗るだけ。 なので、非常に不安定で、ここロックパーツ欲しいっすよね。じゃあ、どうやって遊ぶかっていうと、説明書には、置いてね、と。こうやって斜めに置くことで、すごくバランスが良くなりますので、ジャンクションライフルを置いてから上からハイウェイバスターを置くの。これでいい。<laughs> これが説明書の正規のやり方。で、これでカウルをもう一回ロックしてあげて、 レーシングバレットもはめてあげれば、完成スーパーハイウェイバッサですでかいここまで行くと相当長いね。メモリアル版のザングラソードとほぼ変わらない長さになるので、いかに全長のボリュームがすごいかがわかると思います。ではこの状態からエンジンソールセットして、 で要はここに、タウルがあるってことは、射出と同時にはまるってことね。スーパーハイビームバスターレッツゴーオンいいねすごくないほらこれで磁石がひっついて、レーシングカー状態が完成と。あとはブリッジ周りのカバー部分も同時に展開すると。ちょっとわかりやすく、展開したまま、ゴーオン こういうこと。これがスーパーハイウェイバスター。ただ上にずらすと簡単に外れると。渋いっていう風な遊びができるのがスーパーハイウェイバスターね。ちょっと手動でゆっくり行こうか。射出されて、前に来る、で、ETC レーン通るからの、ここ通りつつ、磁石で。 カウルパーツがはまる、そのまま射出されて、真ん中のボタンが押されて、ブリッジ展開と。で、こっから必殺射出ね。おー、面白い。こういうような合体武器になっております。ここ、ロックはしないんだけどね。これが、ハイウェイバスターの説明書的な遊び方。要は、斜めになるように、で、そのまま床で車が走るように考えられてるってことですよね。ちなみに、これでもちゃんと、 殺そう走行しますので、この辺の有能さは、さすが。なので、一人で遊ぶこともできるし、誰かもう一人いれば、こっちを支えてもらって、本編の合体武器っぽくも遊べる有能さとなっております。この辺が、連結バズーカとかの特急じゃ、あの、遊びやすさに、多分繋がってるんだろうな。以上、エンジン戦隊合音じゃ、デラックスジャンクションライフルセットスーパーハイウェイバスターの紹介でした。